皆さんこんにちは。なるほど天です。今日もサバイバーズギルトで遊んでいきます。さあ、前回はなんとなるままちゃんが悲しいことに、そう、よかったらそちらもご覧くださいませ。さあ、大声ですね、すいませんと。俺の母がゴニョゴニョしたらしいと。悲しいですね。なるパパは大丈夫だったと。どういう状況だったんですかね。私は必死で生きようと思いました。私の母が死んだ時、同じように苦しみました。私が小学1年の時でした。あら、お若いんですね。そう、小さい時にはですよね、いなくなっちゃったら。私は熱をいつもなら仕事のために朝早く出ていく母が、私の看病のために、私は少し体調が良くなっても母に家にいてほしいとダダをこねていました。でも14時を回った頃、母はそれからあの地震が起こりました。ん？じゃあ2回目なんですか。母は職場へ向かうために車を走らせていて、津波に飲まれたそうです。ああ、東北大震災ですか。母の職場は無事だったそうです。私が風邪をひかなければ。なるほど、何の因果かあれですよね。私がわがままを言わなければ、あの時間に母は職場にいたはずなんです。ありますよね、そういうこと。私のせいだ。東日本大震災です。あの地震で私の命を救ってくれたのも母なんです。地震より何ヶ月か前に、あ、防犯ブザー、防犯ブザーをくれたんです。心配だから持っていなさいって。私は嬉しくてポケットの中にいつもその防犯ブザーを。なんか最初のアイテムでなんか選びましたよね。そして奈良くんマスク選びましたけど、あの地震が起こった時、私は倒れてきた食器棚の下敷きになって動けない状態になりました。ゆきこさん、なんか下敷きになりやすいんですか。何日も食器棚から抜け出せずに。そう、奈良くんもちゃんとただ泣いて棚をあれしてますよ。怖がっています。固定してますよ、倒れないように。何も食べられなかったし、水も飲めないままで徐々に視界が暗くなっていって、意識が遠くなっていって、その時でした。遠くの方で人の声が聞こえたんです。私が助けを求めたかった。でももう大きな声を出せるほどの力は残っていませんでした。せっかく人が近くまで来たのに。そこで防犯ブザー。意識が遠くなりかけてごめんねって。でも母は私のポケット、そこで私は最後の力を振り絞って、はい、防犯ブザーの音で気づいてもらうことができました。いやー、何が構想するか分かんないですね。救ってくれたんだと思っています。母が死んでずっと風邪を、私が学校に行っていれば、私がわがままを言わなければ、いえ、なんで母が死んで私はただ生きてるだけ、時間が過ぎていくだけの。でも母の死によって自分が母を悲しませるだけな。私がしなければならないことは、そして母を忘れないこと。いい話です。いえ、10年かかった。私がそう思えるまで大切な人がいなくなると立ち直ることなんて、それでいいんです。あなたも悲しむことも、それは悪いことじゃないんです。ただそれを自分で、いえ、早く、いや、早く脱出したいけど、8日間ですから。今ゆいこさんはよく8日間も無事ですよね。さあ、ってことは、あ、妹ちゃんとちゃんと話そうと。妹ちゃんだけに、ここでまさかのなんとか確認、安否不明の方々登場するんですかね。
さあ妹ちゃん電話しましょう。それはこれ日数関係なくて全部あれですかね、物語を進めることができれば助かるんですかね。そう、わかんないんですよね。ボンバーさんも今日ライブでそのお話聞こうとしてたらもうあれですよ、日ハムさんのプロ野球情報を見に行かれてライブいなくなっちゃったから寂しいと。皆さんもライブ見に来てと。寂しいよと。さあまた救助が来るまで待たないといけない。アイテム、体力休憩しましょう。結構スキル増えましたからね。もうスキルマスターになりますよね。資格をたくさん持っている人みたいな感じですよ。皆さんなんか資格持ってますか？昔なんか英検とか準2級ぐらいまで持ってましたけど、漢検とかもなんかありますよね。まあ資格多すぎてあれですけどね。さあ番頭さん、どうしました？どうしましたって、もう助けに来てくださいよ。もう8日経ってますけど。心中を察しますと、あなたの命が大切ですと。助けに来てと。やっぱり満腹があれですね、水分が持ってかれるんですけどね。まあ食べましょう。おお、清潔はもう諦めるしかないですね。お風呂に入りたいってなりますよね。なんかタオル水で濡らしてからあれですよね、体拭くだけでも全然違いますけどね。さあバッテリーはもうバッテリーだってもう節約しなくてもへへへって感じですけど、作業時ってあれですかね、怪我もうしない、これからまだなんかするんですか、怪我を。安全第一覚えておきますか。はい、作業することがあるかもしれない。また最後にエレベーターを開けるみたいな、そうしないと出れませんよみたいな。加古川さんと久々にお話しますか。はい、あ、皆さん伝えないといけないね、もしかして。これ悲しいですけど、そう、皆さんもいろんな事情があると、一人一人の人生があるってことですね。じゃあちょっと天野ちゃんにもですね、キャインさんじゃないけど、これ世間に少しでもなんか認知されるようになると多分いいんでしょうね。この前ゲームオーバーになった時にあれですからね。はい、もう一回妹ちゃん、次ゆい子さんといきますか。これで一通り終わってると思うんですけどね。イベント起きないですか。かなりイベント待ちになってますけど、8日のお昼一旦ですね。番頭さんあれですよね、助けに来るつもりがないですかね、もしかして。最初の方はもうちょっと待ってくださいって言ってましたけど、もうそういうセリフすらないと。悲しいですと。おっと、危ない。よしんですか。わあ、すごい。さあここでアイテムでこちらです。体力も増えるという。もぐもぐと。あー、水分が。さあ水分も補給して、もう贅沢に使用してますけど、いや絶対まだ続きそう。おお、水分24まで来た。
これ全部スキル覚えないといけないけど、そんなことないですよね。医療でしょ。アクティブレストもちょっと覚えたい。さあ、バントさん。もしもし。12万人以上、すごい。そんなに被害者が。まあ、お、加古川さん。ちょっとスピーカーの方まで行きますか、寄っていって。さあ、何でしょう。実は今の揺れで、お、で人が通れるくらいのスペースができたんです。やりましたね。はい、つくばっていけば、お、頑張って脱出できるかもしれません。次にまた大きな揺れが、なんとか外へ出てみようと思うんです。いいですね。いや、止めないです。そしてこっちに助けに来てほしい。もう奈良くんあれですか、もうひ弱ですからね。お願いします。そうですね、もう技術ポイントはたくさんいただいたから、はい、多分大丈夫だと思います。はい、アデューと。さあ、加古川さんが行っちゃった。無事だといいですけど。手帳で安否不明、安否不明、まあ、確かにそうですけど、声聞こえなくなっただけで安否不明ですよ。悲しい。まあ、応答はしないんですね。じゃあ、バントさんに。そうです、ナロ君は助かります、必ず。お菓子をもぐもぐ食べて、水分補給をして。今もコーヒーゼリー食べてますから。満腹増やしたい。あ、お昼に食べたらダメですか。朝か夜に食べないといけない。そうそう、ひたすら番頭さんに救急スキルを。お、体力も何も減っていない。さあ、これで、はい、獲得してアクティブレストですね。アクティブが活動的で、レストがなんかでしょう。あ、ちょっと待って。あら、水分覚えてなかった。サバイバル知識、水分。はい、番頭さん。あー、番頭さん、番頭さんって聞く中ですよね。銭湯の番頭さんみたいに聞こえますけど、銭湯に入った時のあれですよね、いらっしゃいませみたいな感じの番頭さんじゃなかったっけ。言っちゃいましたっけ。あれ ?91% で繋がらない。お、100% の妹ちゃん電話します。で、体力がなくなるから休憩して、さあ、8日目までは頑張りたい。おーっと、満腹が5減っちゃった。なんで、もうあれですよ、また絆創膏のみになりますよ。マスクと絆創膏っていう、なるほどくんの最終アイテムになりますよ。さあ、余震が続いちゃう。あ、なるくん、なんか体調悪いんですか。体調悪いとあれですよね。設定で見れますから。風邪ひいてる。ほら、50% で風邪が治る。こういう時は節約して2回使うことで、多分どっちかで風邪治ってほしいという。風邪治らない。さあ、もう一回。プロテインバー。お願い、風邪治して。あ、風邪回復した。やりました、ありがとうございます。その代わり、おっと、ゆうこさんが、ちょっと待って、あ、返事しないといけない。体力ないんですけど、大体あれですよね、不運ですよね。体力ない時にイベント起こると。すみません、何でしょう。手を差し出してくれませんか。お安いご用です。渡したいものが。防犯ブザーですかね。
か、なんでしょう、硬くて冷たい小さい何か。指輪、指輪でしょう、きっと指輪ですね、結婚指輪ですね、結婚してくださいですね、逆プロポーズですね、わかりました、結婚しましょう。あー、防犯ブザーでした。さあ、私はそんな優子さ、あら、飛ばしちゃった。自分の命をやっと、周りが身は全部、帰る家も何もないんです。心の支えになるあるのは終わらないんです。救われない、これから。ただあなたはたくさんの人が、よい子さん、まさかこの短時間で。わあ、ショックですね。ということで休憩してと。さあ、加古川さんはわかりませんが、ゆいこさんはまさかの安否不明な、助かってほしい。さあ、8日目が終わり、9日目になってまいりました。ということで今回の動画ですね、以上とさせていただきます。他にもたくさん動画ですね、お出ししておりますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。